Huawei technology had hidden back doors. で、止めてください。European telecommunication. で、これは、これは、ウンノさんが、さっき話をちょこっとした 3G の話です。ああ。で、これいつのですか？これは、これ動画はね、2019年5月1日なんだけど、その時になって、ボーダーフォンがブルームバーグを通じて、じゃあブルームバーグがね、こう出したニュースがあるんですよ。で、ブルームバーグが出したニュースで、以前、ボーダーフォンは、ファーウェイのそういうような機材に、これアメリカの会社だよね、ボーダーフォン。いや、ヨーロッパです。ヨーロッパです。で、これ、でもところ、イタリアでの、ボーダーフォン、イタリーの、特化したお話です。うんうん、で、でも 3G の頃からね、うん、ファーウェイあるわけですよ。ああ、そう。てか、これ僕ら見たら、でも2000前半だったでしょ、携帯だって。はい。去年、先週見たとき。ね。で、今日なんかすごい予習してるな。いや、してきたんですよ。日本語が多い。日本語が多い。待ってください。まあ、イタリアでね、これ2009から2011の間のレポートで、ファーウェイのそのソフトウェアにバックドアがありました。だこれは、さっきの続きで見ると、なんか、この PC の、なんか、PC、ノートブックの話かと思ったら、現代の話じゃなくって、ついこの前発表された2009から2011年に起きたことを発表された話ですと。実は 3G の特命あったんですよっていうのはこの動画で言いたいことなんですけど、ただ、これはインテンショナリーなんですか？だからこれ、これね、そう、先にもう結論だけ言うと、テルネット、わかる、はいはいはい、ね、テルネットアクセスが残ってたって話なんですよ。だから開発環境で、通信機器を開発するときに、なんていうの、ポートを開けとくという、はいはい、通信機器の、普通だったら、LANケーブル、なんだ、普通だったら、その機械に、なんていうの、そう、物理的にね、RS232C とかああいうのも挿して、言わなきゃいけないんですけど、LANケーブルを通して見るときっていうのは、LANケーブルを通して、そのポートが、ね、肉が焼いてたら見れるわけですよ。ポート番号があって、たくさんあるんですけど。で、で、そのテルネットが、を通じてみんな、通信の検証を、そのメーカーは開発でやるんですよね。で、ただ、気になるのは、そこの、開発が、そのテルネットを残していたっていうのと、それを、閉じろっていうか修正しろと言ってもすぐに修正しなかったっていうのがここで引っかかるポイント。最終的にはやったみ修正だから現状は問題ない。でその時にまあテルネットの他の企業もやってるじゃないかみたいなことをねファーウェイ的にはそういうようなことを言っていると、っていうのがまあポイントです。とりあえず、じゃあ再生しましょう。これも2分です。Giant Vodafone found some weird stuff inside it. 字幕つけて。Huawei equipment several years ago. According to Bloomberg, Vodafone says the issues are now resolved. 先のがもうすでに解決しますよ。However, all of this certainly doesn't look good for China's tech giant.The company is said to have found issues with tech supplied by Huawei for its business in Italy. Citing security briefing documents by Vodafone from 2009 and 2011, Bloomberg だからこの頃は 3G の話なんですよね。うん、reports the company discovered hidden backdoors in Huawei's software. この言い方もちょっと悪意が、僕はこれに悪意があると思うんですよ。よく調べるとテルネットなんで、These could have given さっきのドライバーの中のリモート機能をエネーブルしてるっていうのはあれはちょっとやばいんですけど、これに関してはしかもそのテルネットってそのパソコン環境まで自分がそのネットワークに入ってこないと
そこからパソコンに入るポートなんで、セキュリティ的にそれほどリスキーじゃないんですよね、うん、味方として、うん、味方として僕が、うん、例えば僕がムンノさんの部屋に入れる状況なのか、僕、まずそもそも、ウンノさんの、その、マンションの入り口まで入ってないと話にならない話なのか。うん。ウンノさんのマンションの入り口まで入ってきてから問題になる話なんで。Been Huawei unauthorized access to Vodafone's fixed line network in Italy. The European company explained it found back doors in its optical services nodes and its broadband network gateway.Vodafone identified 26 open bugs in Huawei's routers. Six of them were said to be critical, while nine were referred to as major. The company said Huawei needed to remove or inhibit its Telnet protocol in the routers, as it was found giving unauthorized access. Telnet protocol in the routers. なんかルーターに対してのテルネットね、アクセスであると。だからテル、だからもう例えばテルネットで入るときっていうのはこれ IP アドレス必要なんですよ。へえ、ね、だからそのルーターの IP アドレスをまず知ってないと入れないっていうのが1個目で、これ携帯電話じゃないの？違う、これテルネットってアプリがあって、それは PC でっていうか、そのもうダイヤルアップの時からあるんですけれども、だからテレフォン、だからテレフォンのテルなんですよ。ダイヤルアップもこれからあるから。おー、ね、なるほど。で、ネット。そうで、ね、で、テレフォンネットワークでしょ。で、で、IP アドレスが、を知ってなきゃいけないのと、その IP アドレスを知っていく、要するにその IP ネットワークに入っていない、自分がアクセスできないと話にならないわけですよね。うん、この場合はね。これさっきのボーダフォンの携帯電話とは違う。いや、ボーダフォンは携帯の他に、あ、そういうことか。通信キャリアですから。ああ、そういうことか。ファーウェイと同じですから、そういった意味だと。ああ。ただ、ごめん、ファーウェイと同じじゃない。NTT と同じですから。ああ。ボーダフォン。あ、そういうことか。はい。あれでもボーダフォンの通信回線にファーウェイ。の機械が採用している。置いてあるってことだな。要は、そう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 。そういうことか。そうそうそう。ルーターとして、ね。ATT とか NTT にファーウェイを使って、5G のを使うルーターで。ルーターだよね。これはルーターです。これは家庭用ルーターとかの話出てくる。あ、そういうことか。うん、で、家庭用、でもここ、もし家庭用ルーターに入っちゃったら、この中の情報全部傍受できるわけですよ。もうそりゃそうだよね。ね。で、しかも。でもそれはルーターの情報だよね。でもルーターの情報っていうか、ってことは、ってことはその先っぽにあるパソコンの情報も全部ルーターを通して出てるわけですから、全部、その、なんていうパソコン、そのパソコンの IP アドレス、で、そこからどういうウェブサイトにつながっているか。強いて言えばそれぞれの DNS の名前とかサーバーの名前とかも全部わかるわけですよ。でもパソコンには入れないよね。それは、いや、だってこれの逆側、このパソコンありますからね。ここから、もしこのネットワークに入っていたら、このネットワークに僕のパソコンを参加させられるわけですよ。そしたら僕のパソコンから、あのパソコンの先っぽに通信ができますよ。これよくわかんないけど、テルネットのプロトコルをさ、はい、例えば、このホワウェイのさ、ルーターの、自分でオーソライズさせてさ、うん、入ったらさ、そのテルネットプロトコルの先につながってる、パソコンのデータも見れるの？パソコンのデータに関して、そのパソコンに、例えば、パソコンが、パソコンの番号とかさ、それ分かるよな、きっと。それこの中に登録されますから。うん、てか、ログ残りますから。だけど、パソコンの中に入れるかって言って、まず、だからここを通して、ここを通して、ウンヌさんのコンピューターの名前分かるでしょ。うん、ここを通して、ウンヌさんのコンピューターの名前分かったら、僕はウムさんのコンピューターにどのポートが空いてるかなっていうポートスキャンかけるんですよ、うん、ポートスキャンでポート001、ポート002空いてる空いてる空いてない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 で、あ、1003空いてるね、ここから入れるねっていうふうになるわけですよ。あなたの方からね、うん、うん、でも全部閉まっていたら入れないです、うん、で、まあっていうのはそういうセキュリティなんていうんですかね、そのハッキングの手口の一つなんですけども、へ
access to its wide area network or WAN. ポートスキャンって言います。Vodafone said it asked Huawei to remove backdoors present in home routers. However, they ホームだから自宅用ですよね。ホームラウターなんで。今で僕らで言うバッファローの製品とか。They never did, despite saying they would. でも they never did, despite saying they would. これがやあの悪印象になるわけですよ。ね。According to Bloomberg, a backdoor refers to a way of bypassing security measure. ね、バックドアっていうのはセキュリティをバイパスする仕組みで、さっきの運動さんのパスワードっていうのも飛ばすわけですよ。言い方変えるとね。In order to gain access to a computer system or even encrypted data. Citing the internal Vodafone documents, Bloomberg reports this was a risk for the company as third parties could potentially access a client's personal computer or... で、サードパーティーがアクセスできる。これが厄介なわけですよね。顧客はボーダフォンの契約してるのに、で、ファーウェイで契約してないんですよ、顧客は。ボーダフォンの契約してるのに、ファーウェイの製品を使って、他の人たちが、ボーダフォンじゃない他の人たちが、その顧客の情報にアクセスできるってことが問題になるわけですよね。Or network. In a statement to Bloomberg, Vodafone defended Huawei, saying that there wasn't any evidence of. で、一応念のため、Vodafoneは言ってるんですけど、この問題を通じて、実際に情報が漏洩されたということは確認できていませんと。User data being compromised, and said that it couldn't find evidence of historical vulnerabilities beyond Italy. イタリアの外にあってね。っていうのがこの動画の内容です。で次。